彼らの邪魔をするとは。ユカは三番隊のお出ましか。止めれば。これで片がついた。君たちのおかげで東照宮は無事だ。礼を言うよ。寛永寺の全てを守ることはかなわなかったが、これ以上は望むまい。教えてくれ佐藤、あの湯川とかいうやつ、これはあんたの計画だとか言っていたが。察しの通りだ。かつての私はこの国への歪んだ愛で何も見えなくなっていた。やはり日本の文化は素晴らしい。それを破壊しようとしていたとは、とんだ愚か者だな。私はこんな私でもまだやり直せるだろうか。違いない。もう悩んでいる暇はないということだな。ともあれ、まず私は赤報隊の報復に備えるとしよう。高輪の屋敷にいればこの身一つくらいは守れる。いろいろと取り揃えているのでね。美術に書物、日本中から貴重な品々も集めていてね。そうだ、君も来てくれれば自慢の茶をご馳走しよう。ではティータイムを楽しみにしているよ。